ジブリパークがある愛・地球博記念公園で今日報道陣に公開されたのは猫の城遊具ですジブリ映画猫の恩返しの猫王の城がモチーフ小学生以下の子どもたちが遊べるように滑り台や迷路ターザンロープなどを整備し今年8月4日にオープンする予定です平日は無料で利用できますが土日祝日や夏休みは有料になります 使用料は1回につき、4歳から小学生は100円、中学生以上は300円、定員140人で、1時間ごとの入れ替えを検討しているということです。